ルワーブルの街並み、クロード・モネが1872年にルワーブル港を描いた印象。日の出ルワーブルはフランス北西部の大西洋に望む港湾都市。セーヌ川右岸の河口にあたり、ルワンを首都とするノルマンディ地域圏セーヌマリティーム圏に属する。港湾の規模はマルセイユに次ぎ、大西洋岸ではフランス第一位の規模である。対岸のオンフルールとの間には、 1995年にノルマンディ橋が架けられた。2005年戦後再建された中心部の街並みがオーギュストペレによって再建された都市ルアーブルとしてユネスコの世界遺産に登録された。古い港が泥の堆積のため使用できなくなったため1517年に建視され当初はフランスは一世にちなんでフランシスコポリスと命名された。 その後まもなく、ルポール・ド・グラースやル・アーブル・ド・グラースなどと呼ばれるようになった。アーブルは現代では一般的には使われないが中期フランス語で港を意味する。つまり、どちらの名称もグラースの港を意味したが、これは港の近くにあったノートルダム・ド・グラース礼拝堂にちなんでいる。 第一次世界大戦中の1914年10月13日から1918年11月にかけドイツに国土の大半を占領されたベルギーの政府はルアーブルの北西近郊のサンタドレスに転して活動した。第二次世界大戦中ノルマンディ上陸作戦から続くアストニア作戦の艦砲射撃と空爆で破壊され戦後鉄筋コンクリートの巨匠とも呼ばれた。 建築家、オーギュストペレによって再建された。2020年6月に行われた市長選挙では、現職首相のエドアル・フィリップが出馬、当選を果たした。制度上、フランスの首相と市長の兼務も可能ではあったが、7月3日には大統領に辞表を提出。市長職に専念することとなった。ルアーブルのルは、フランス語の男性警定監視であり、 全知子と結合することがある。例えば全知あと結合すると英雄となるため、ルアーブルは、をアーブルに変化する。全知子でなら、ジュで、デュアーブルである。なお、エイチが無音であれば、エリジオンを起こし、ラーブルとなるが、この場合アーブルはゲルマン系の語彙であり、有音なので、ルアーブルと読む。ありがとうございます。